A.F. ポット・アウグスト・フリードリヒ・ポットは、ドイツの言語学者、文献学者。インドヨーロッパ語族比較言語学の初期の代表的学者の一人であり、比較言語学の手法を利用した語源学研究で知られる。音楽家のアウグスト・フリードリヒ・ポットは別人。ポットは、ネッテル・レーデンに生まれた。ゲッティンゲン大学で1827年に、博士の学位を得た。 1825年からセレのギムナジウムの校長を務めていたが、1827年からベルリン大学でフランツボップに学び、1830年に教授資格を得た。ベルリン大学の志向士を務めた後、1833年にハレ大学の一般言語学教授に就任し、没するまでその職にあった。ポットは1845年のドイツ東洋。 学会創立メンバーの一人であった。1887年、晴れで没した。首長、インドゲルマン書後の領域における語源研究の初版は1833年と1836年に出版された。巻一には、インドヨーロッパ語族の375の語根の一覧を含む。第二版では大幅に拡張され、語根の数も2226に増加している。 この著作は、比較言語学の方法を利用して、語源を研究した重要な書き物であるが、ポット以降に比較言語学が大幅に進歩したため、現在では歴史的価値しか存在しない。なお、インドヨーロッパ語族を指すのに、インドゲルマン語という言葉がドイツ語圏で定着したのは、この著書によるところが大きいという。ヨーロッパ及びアジアのジップシーは、ロマ語の先駆的研究だった。 国際一般言語学法の第1号から没後の第5号にかけて一般言語学概要が連載された。ありがとうございます。